このローバーならですね、調べたいもののある場所までこう自由に行けますので、そういう移動探査こそがですね、科学者がこれまで夢見ていたことだったんですね。まさに歩く地質学者というわけなんですね。さあ、それでは着陸地点を早速見てみましょう。まずローバー1号機スピリットが着陸したのはこちら、グセフクレーターです。そして1号機の着陸地点のちょうど真裏ぐらい、こちらがローバー2号機オポチュニティが着陸したメリディアニという場所です。さあ、これらの着陸地点は一体どんなところなんでしょうか。今回2機の探査機が無事着陸に成功した場所は、 NASA が100人以上の科学者を集め3年にもわたる検討を重ねて決められました。その検討に使われたのが1997年から火星の周囲を回り続けている探査衛星グローバルサーベイヤーです。この衛星はレーザーを使って上空から火星の地表面の高さを正確に測ることができます。グローバルサーベイヤーのデータをもとに作った火星の様子です。これは太陽系の中で最大の火山オリンポス山です。高さは2万1000メートルもあります。こちらの山々は1万7000メートルを超える大火山です。川の流れたような跡もあります。深さ7000メートル以上のマリネリス渓谷です。地球よりはるかに起伏の激しい火星の地形、着陸地点の2カ所は一体どんなところなのでしょうか。探査機はパラシュートを使ってスピードを落とします。科学者たちが最も心配したのが着地の時の衝撃です。着地までの間パラシュートを開いている時間が長いほどスピードが落ち、着地の衝撃は小さくなります。そのため着陸地点は標高マイナス1300メートル以下の緑色の部分から選ぶことになりました。さらにローバーを走らせ探査を行うためには十分な電力を確保することが必要です。発電は太陽電池で行うため着陸地点には強い日差しが照りつけることが条件となります。こうした条件で絞り込んだ結果、着陸地点は赤道を挟んだ北緯10度から南緯15度の間にあるこの153箇所が候補となりました。153箇所もの候補地、そのどこに降りれば今回の探査の目的、火星での生命の存在に迫れるのでしょうか。着陸地点選定委員の一人、マイケル・カー博士です。博士は1960年代の NASA 初めての火星探査計画からこれまで全ての計画に関わってきました。私たち科学者が最も知りたいのは、生命の存在に欠かせない水が火星誕生から今日に至るまでどのくらいの量、どのくらいの期間があったのかということです。その水との関わりという条件から候補地は一気に30箇所ほどにまで絞り込まれました。これが水に関わりがあるとして選ばれた29箇所の着陸候補地点です。水が流れていたような渓谷、湖であったと思われる窪地、
そして海に川が流れ込む河口のような地形です。こうして選ばれた候補地を最終的に2カ所に絞り込むために、グローバルサーベイヤーを使ってさらに細かい地形の観測が行われました。